あ、誰かいるみたいです。されてしまった。おそらく今のは先遣隊、じきに本体が来るはず。ならば敵の大将に直接話を聞くとしましょう。私は通じないようです。もっと上の者と会わなければ。その心意気、あっぱれなれ。この武器どうした新入り。どうやら他の使い方もできそうです。突撃せよ。姿勢を上げて攻めかかるのだ。ちょうどに我が知略試させてもらおうか。まさに武人の極みですね。そこまでやるとは思ってませんでした。義の先方、侮れませんぜ。私たちもすぐに出陣の準備を。義の先兵だな。
思ったより少ないか。油断はしない。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。敵将の命など取るならぬ。義軍か、孫権様のもとへは行かせぬ。堂々と異常符だ。戦すと互角か。それ以上観察している場合ではないな。我らはその孫権殿に用がある。押し通るぞ。見事なる働きを。その心意気、あっぱれなり。まあ派手に暴れて困ったわね。でもこれ以上はさせないわ。あなたがこの軍の指揮を取っている方ですか？我らは敵ではない。即刻矛を収め、話を聞いてもらえぬか。その言葉信じるとだ。共感を。天下無双の武、称えるに値する。どうじゃ、こんな真似をしてすみません。でも私たちここがどこなのか聞きたいだけなんです。それはどういう意味です？ニクソン、もうよい。そのものは確かに義軍には見える。話を聞こう。私は孫厨房、孫家の長として皆を率いている。